元キンプリヘイヤ仕様、新規事業で、お宝、売買の舞台へ、謎めた新事業に挑む元キンプリヘイヤ仕様、元キングプリンスへのヘイヤ仕様が、滝沢秀明氏の新会社、とべ、に合流した際、新たな一歩を踏み出したと見られていた。しかし、彼の表だった活動はまだ見当たらない。一方で、彼が自身の個人事務所、 株式会社仕様を設立し、新規事業に着手しているとの噂が広がっている。この記事では、平野仕様の新たな事業にスポットを当て、彼の道の一面に迫ります。株式会社仕様の謎、お宝売買とは平野仕様の個人事務所、株式会社仕様の登記簿には、一般的なアーティスト活動に関連する事業項目に加えて、 古物営業法に基づく古物商という記載があるという。この古物商とは、古物を売買または交換する業者や個人のことを指し、都道府県公安委員会の許可が必要なビジネスだ。テレビ関係者によれば、平野は最近インスタグラムで陶芸に熱中しており、これが新事業の手掛ける分野の一端を示唆しているという。 陶芸への情熱、平野仕様の工芸品ビジョン。最近の平野仕様は、自身が陶芸に没頭している様子を SNS で連続して公開しており、これが彼が、お宝を売買する事業につながる手がかりとなっている。工芸品や美術品の扱いにも興味を示しており、これが株式会社仕様が展開する新しい可能性を示唆している。 業界関係者によれば、平野が手掛けるリサイクルショップは、彼独自のこだわりが反映され、自ら作成した陶芸作品が並ぶとされている。古物商の舞台裏、ビジネスへの挑戦。古物商としての活動は、平野にとって未知の舞台である。このビジネスには都道府県公安委員会の許可が不可欠であり、その過程でどのような挑戦が待ち受けているかは不透明だ。 しかしながら、彼の個性的なアプローチと独自のこだわりが、これまでの芸能界で培った経験を生かして新たな成功を収める手助けとなる可能性もある。未知のビジネス、株式会社仕様、社長の手腕。一方で、平野仕様が株式会社仕様の社長としてどのような手腕を見せるのかも注目される。 これまでの芸能界での成功経験を踏まえ、新たな事業においても、そのリーダーシップが発揮されることは期待される。ファンとの交流を大切にし、日々の活動に充実感を感じさせている彼が、ビジネスの舞台でも同様のファッションを注ぎ込むことでしょう。平野紫耀の新たな始めふ、平野紫耀が新たな事業に挑戦する姿勢は、 ファンや業界関係者にとって興味深いものである。陶芸への情熱や独自のこだわりが彼の新しいビジネスにどのような形で結実するのか、今後の動向がますます注目される。彼の未知なる一面を垣間見るこの新プロジェクトが芸能界に新たな風を巻き起こす可能性も秘めている。